あ、どうも。誰お前。チキチキです。チキチキです。はい、チキチキとトミーです。生活感は見せないみたいな感じでやってる人いるよね、一人で。まあ、そうですね。あ、なんかさ、今日メインで上がってんだけどさ、はい、もうそういうのをなくしていくから。はいはいはい。なんかもう、なるほど。俺なんか普通にずっと編集してるんでみたいな、そんな人間いるわけない、そんな人いるわけないわけない、寝ることもあるよ、飯食うこともあるわけだ、はい、そういうのなんかなくて、なんかいや何やってるんですかって聞いて、基本編集ですかねって言って、いや編集すごいのはわかるけど、いや言って4時間5時間、いやそれもすごいことですよ、だといや1日24時間あって5時間19時間撮影、じゃあ2時間3時間あって、じゃあ俺がミーティングに行ってる間一人何してんの、何をしてるんだろうかってことじゃん。ロボットじゃないですか。そうじゃん、本当に。今回からちょっとそういうのも露骨に撮ってくよっていうのでね、はい、そうですね、それがなんか俺とかだとなんか相方だしっていうのあるんですけど、まあでも彼もね、相方をなんか募集して新宿の神社で会ったりしてるような人ですよねそういうのも OK なはずなんですけど、あれやばいっすね、あれやばいでしょ、あれやばいですよ、あれやばいでしょ、あの人で、今日はなんかあいつなんかもう風呂入ったことないじゃん、多分動画とかその、ね、普通に今普通にないないじゃん、で今風呂入ってるんですよ、はい、皆さん聞きましたか、風呂入ってるんですよ彼は、はい、で人間だからね、風呂入らないと臭くなっちゃうからね、はい、でチキチキが、はい、これですね、考えたいたずら、すっきり抜け毛予防、あいいじゃん、太く多くあ、これはもうあれなんだ、多く見えるためだけのものなんだ、これはとりあえずで今やる、あ、今やって今やってちょっとなんかそうですね、もう今効果がすぐ見えるやつね、はい、これが一番すごかったんですけど、うん、モーガ名前がふざけてるもんな、これ一番高かったね、これいくら、4000円、だけーモーガモーガだけー、これがマジのこう育毛剤で、あ、これが本当に、はい、使えるやつなんだ、はい、これで隠して、うん、これで予防して、うん、これで育てる、あいいじゃん、3ステップ、ああいいね、それを風呂上がりのカンタの部屋の前に置いといたら、はい、どんなリアクションすんのか、はい、いいわ、気にしてるんで、あんまそうですね、あんま直で渡さない方がいいかな、あ、そうな、それはな、デリカシーないもんな、はい、それはそうだわ、あんまりこっそり渡してあげようかなっていう、うん、確かにね、それはやっぱね、配慮してあげないとね、そうっすね、あいつもね、まあ、カメラは回すんですけどね、カメラめちゃくちゃ回そう、あ、いいじゃん、はい、オッケー、ほら、この辺にいいです、気にしてるみたいじゃん、俺が、ん、めっちゃ気にしてるやつじゃん、え、どうしたんですか、風呂隠れていってめっちゃ気にしててさ何これ、めっちゃ触り心地これだけいいんだけど、え、あ、そうなんだ、トップシェイプだけ、あ、ここ、はいはい、あー、いい箱ですね、ただ、ほんとは何これ、いや、大丈夫よ、いや、え、いや、大丈夫ですよ、大丈夫です、いや、大丈夫です、マジ大丈夫、なんかさマジ大丈夫、え、待って、ついに踏み入れましたみたいな感じでやってないよね、何が、え、これいじれるようになりましたじゃないよ、これ違うよ、ん、そういうやつでやってるだけだからね、本当にはげてないよ、これ大丈夫ですよ、違うなんかさ、うん、今その場で効果あるやつ、集めてた、まあ、そうですね、だからそれ黒くあ、でも抜け毛の多さは気にはない、え、今から編集してて、うん、よし、動画出来上がった、うい、書き出しってやった時に10本ぐらい髪の毛落ちたりするからあれ
あ、それの抜け毛予防のやつもあるじゃん。いや、まあ、今ちょっと変化見たい。これやってほしいから。はい、これ何かけえと言葉やったほしい。何動かけりゃいいの。ちゃんとやり方見た方がいいです。お前そこにあんなよ。ええ、こんなに。で、額にさ、はい、こうやってやると、え、もう一回やって。黒がこより濃くなるよ的になってる。そう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 。だからここの生え際にやってみ。はい、よし。生え際生え際にやる。違うでしょ。おでこ上げて、はい、黒染めみたいなことでしょ。だからその頭皮を黒くするんだよ。はい、だから髪の毛を、だからボリュー、髪の毛を太く見せる。どうやって黒く見せるの。ここにかけるよ。はい、そうそうそう。いい。そこ別にハゲてなくない。そういいね。あ、でも黒くな、あ、太くなってます。黒くなってる。黒染めじゃん。太くなってます。本当に。はい。え、おでこさ、ちょっと上げてやってみたら。おでこやってもさ、おでこ上げて。じゃん、もう同じよ。おでこ上げて。だから、ここってこと。うん。何？ねえ、ボケすぎ。ちょっとだけちょっとやってみたら。伝説のほくろ。え、違うじゃん。これだから頭皮がやばい人が。いや、お前ハリー・ポッターじゃねえんだから。いやいやいや。こういう使い方なわけない。他は？え、でこれが、まあこれがとりあえずその場しのぎみたいな感じなんです。だから舞台出る時とかって。そう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 。でこれが抜け毛用。これじゃん、今必要なの。必要なのって。え、これは何。え、それガチの、それガチの育毛剤です。育毛マカみたいなやつ。そうそう、育毛のやつ。え、これ飲むの。飲むとか。あ、それかける。かける。でも、それは育てるんで。あー、もう完全に育毛するってやつね。はい、そうです。かけてみたら。そんなのかけるんじゃない。頭皮にのせる。ああ、あ、もう直なの。サクセスみたいな感じ。はい、サクセスやったことある人じゃん。2センチくらいまで近づけてる。サクセスやっ、サクセスと同じだ。サクセスと同じことは、サクセスやったことある人じゃん。うん。首なくなったかと思ったわ。お前はいっぱいあるだろ、毛。こんなん、お前、冷たすぎるぞ。あ、でも気持ちいいですね。あ、うるせえ。これ気持ちいいです。あ、いいわ。でも大丈夫。でも、風呂上がりに絶対いいよ。やった方がいい。だって一番頭皮が綺麗な時にやった方がいいから。気持ちいいっすよ。確かに。もう、あ、リラックスできそう。はい。おもちゃやってる。はい。あー。ほらほらほら。あー。あー、いいっすね。うん。サッカー部か。あー、あります。サッカー部がやるやつか、お前。熱中症対策にいい。はい。モーガは？ハゲ対策なんだけどな。モーガが一番か。モーガね、見た目がね、もうすごい。確かに。薬局とか、うーわー、すごっ。口紅のでかい版みたいな。え、そんな感じなんですか。多い。1日1回約10プッシュが目安です。だから毎日継続しやすく。はい。え、なんで俺なんですか。あ、出てます、出てます。ああ、なるほどね。あ、肥料みたいな。栄養分を上げるん。いや、マジで結構ちゃんと洗面所でやった方がいいかもね。はい、多分そうですね。めっちゃヒリヒリするんだけど。まさに毛根が、おたけびを上げてんだよ。まだ行くぜって聞いてるんですよ、今。1本使うってやつやってみる。え、ちょっと、1日10プッシュらしいですよ。マジでちゃんと、もうふざけらんないとこまで来てるから。はい。あと、モーガって、なんかポイントみたいなのやってんだね。あ、ほんとだ。貯めとこう、ちょっと。なんかもらえるぞ、グッズみたいな。T シャツ天気的に。モーガ、T シャツいらねえだろ、カツラ欲しいだろ、その人たちで。目に入らないようにご注意くださいって。大丈夫じゃない？それ、今のうっさ。大丈夫っすね。はい。うん。え、おでこ見して。ふざけるもんじゃないかな、あと。何が？そうですよ。じゃあ、あと、なんかさ。はい。ハゲてる人からしたらさ、はい、腹立つんだって。そう、だから本当にそれはやめた方がいいよ、お前のそのスタンス。本当にその、いや、お前なめんなよ。呪うぞっていう。お前絶対将来ハゲにしてやるかなっていう
目線の人と、はい、生えてる人たちからしたら、いやお前ハゲじゃんって味方いないの。いじられハゲの友達しかいないんだよね今。あでもこの年でいじられハゲいないしな。そうそう、だから同じ、なんか仲間いないんだよ、はい、ちゃんとハゲていけばいいんじゃん。ハゲないんだよ、ハゲ一番なんかちょっと、でもまあでも、お前、言うよ。ハゲてませんハゲてませんは、いや、でもこんな人なかったっすよ。いや、ね、キイチ、ほんとそれはそうなの。ほんとにあのね、カンタね、こんなに額ひどくなかったの。あれ違う、それはさ、いや、さすがに4年間のさ、苦悩みたいなの出てるじゃん。だとしたらやばいじゃん、だって、ほんとに俺え、じゃあ、ガッてやってみて、一回。いや、じゃあやるけど俺は別にこれ悪いことじゃないと思ってる。でも、ハゲてますよね。いや、だって毎日さ、悩むわけ、編集してる時とか。だって、やめろこれ以上笑えないだろ。ちょっとやめて。アイドルだから。だってこれ。そう、キイチ、なんか、カンタ、アイドルだからさ。俺アイドルだ。うん、カンタアイドルだから、お前。やめて、そう。こいつ、お笑いの相方。ネットで募集して新宿の神社で会ってて、それはもういけない。それは関係ないじゃん今は。だってアイドルなんでしょ。お笑い志望だったのにアイドルになっちゃったね、間違えて。すごいっすね。いや、じゃあ大丈夫です。全部含めてすごいっすこれ使ってくださいね。じゃあ、ありがとう。これ使ってくださいね。うん。お前も来年見とけよ。え、俺ハゲないっすから。お前ハゲる、お前ハゲる気質してる。え、なんすかそれ。ハゲないっすからね。気質と気質かけてるな、あいつ。あ、その感じやめてもらっていいですか。あの俺が一番思うのは、なんかその、うん、まあお二人でもそうだけど、その休むたいと思わないですか。いや、思わないですね。まあまあそこまではいいですよ。まあこれ絶対鉄板ですよ。休みたいと思わないですか。思わないです。で、もし休みがあったらどうしたい、何がしたいですかっていう質問に対して明確な答えが欲しいとはずなんだ、絶対に。確かに。いや、もし休んだらあそこに行ってとか、どこどこで何々やってみたいな、あれ見てなかった作品あれ見たいんですよね、うん、でもあれ海外ドラマでめちゃくちゃ長いから見ないとか言うべきだね、絶対。趣味の話とかね。なのに2人とも口を揃えて、いや、僕ら多分、この、じゃあ、例えばハワイに行くとしたら、行っていいよって言われて、パソコンなくていいです、カメラ回さなくていいですって言われたら、僕らにとっては苦行なんですよね。なぜなら僕らはハワイに行ったとしても、パソコン開きたいし、なんならなかったらもう買います、カメラも買います、絶対にカメラを回したいんです。そう。だから僕らはこれが趣味ですって言うじゃん。あれ、いらんよね。そう。でもそれは。もしもの話しようとしてんのに、お前らのその感じ、いい。なんか、思ってるね。なんか過去ネタをちゃんとガチガチにして持ってきたなって感じがすごいんだよね。で、二人ともこのエピソードは知ってるから、こう、かぶせでもう、よりなんか、本当にそう思ってんだけど、よりなんか、なんか例えばだけど、最近それ流行りじゃん、俺らの、そういう感じなんですよっていう例えで一個、こういうこと、こういう言い方できたってのがあるから、また同じ話するじゃん。で、前回、ボケっぽく言ってた、まああっちでパソコン買うぐらいの感じですよっていうのがもう普通だから、ね、今日は1個ベースになってるからね。今日はあのパソコン買うぐらいの感じで本当にやりたいですってなるから、普通にお前その感じの人みたいなっていう、その、うん、なんかね、こすりすぎて、うん、なんかね、嘘じゃないな、キモい人になってるね。そう、頭ガチガチの人たち、